けを祈ってしまった。でも俺は何を思ったか、神様でも仏様でもなく死神に祈ってしまったんだ。死にかけて助けてと死神に祈ってしまった。それから死神はずっとそばから離れない。誰からも捨てられた故郷、誰かが守ってくれるものだなんて虫がよかった。誰もいない故郷で死神と月を見上げることにした。人間たちにこれまで以上の災いを送ります。満月動物園が送るノスタルジックな幻想譚、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。